い、どうもこんにちは、ハケヨルです。今回はですね、ギターでハッピーバースデーを弾こうという動画です。せっかくね、ギターを練習するなら何かしら曲が弾けた方がいいですよね。でもまあ難しい曲ってのはめちゃめちゃいっぱいあって、どれが簡単なのかようわからんと、とりあえず簡単な何かでってことでちょっと思いつきました。これだ、ハッピーバースデーだ。これならね、曲は知ってるから説明不要だし、短いし、しかも出てくるコードめちゃめちゃ少ないんですよ。なので簡単、最高なのでね、ぜひ皆さんも誰かの誕生日に、推しの二次元キャラとかの誕生日とかにぜひ歌ってください。ということで今回のメニューはこちらです。出てくるコードの確認、コードのタイミング、実際弾いてみる、右手でちょっとしたアレンジということでやっていきましょう。まあこの曲の説明はもういらないですよね。一応歌詞をね、こうバーって書いてあるんですけど、これだけ見ればメロディーは浮かびますよね。なので大丈夫だと思います。キーの問題があって、あ、そんなに低いんだとか、もうちょっととかなんかあると思うんですけど、それはコードを変えるとねできるんですけど、今回は一番コードが簡単なキーにしました。それでコードが簡単っていうのは G、C、D、 この3つだけです。 F とか B フラットとか B マイナーとか出てこないので、そこはありがたいですね。まあ、この3つのコード、それぞれの弾き方は別の動画を用意してるので、そちらも、ね、よかったら見ていただきたいんですけども、せっかくなんでここで一緒にちょっと練習しましょうか。まず G、 いきなりちょっとね、この中だと一番難しいんです。一番出てくる回数多いんですけどね、 G、 これをちょっとやってみましょう。まずこれです。これ指板図って言うんですけども、指板の図ですね。この辺を図にしたものです。で、こっちから見て、こうやって見るようにこうなってるので、6本、横線が6本、これが弦で、縦線がフレットっていう、ここの縦線のことですね。で、6本弦は下にあるやつが手前にあるやつなので、ここっていうのはこっち側に2つあります。じゃあ押さえていきましょう、順番に。ちょっとこれね、どの指使うっていうのは書けなかったので、ちょっと今言うんで覚えてください。まずこれ、一番太い弦の1、2、3個目の部屋、ここを薬指で押さえます。薬指で押さえる。で、次、隣の5弦の1、2フレット目なので、ここ。これを薬指、中指で押さえます。ここまで OK ですか？で、ここから、これ。小指を一番細い弦、一番下の弦の1、2、3個目の部屋、3フレット。ここに押さえます。これがね、難しいですね。これ、小指をグッて折り曲げないとできません。しかも、この1、2、3本、3本だけなればいいわけじゃなくて、押さえてない、ここの2弦、3弦、4弦、ここも鳴らさなきゃいけないんですよ。ここね、枠外に丸が書いてあるやつは、押さえずに弾け、鳴らせ、ということなので、押さえる、押さえる、押さえない、押さえない、押さえない、押さえる。この6本を、で、全部鳴らさないといけません。これがね、なかなか難しいんですけども、意外とここの弦とか鳴らないんですよ。押さえてないから何もしなくていいはずなのに鳴らない。それは、この辺の指が寝ちゃって、他の弦に触っちゃってるからなんですね。これをしっかり立てる。手首全体を意外とこっちまで回し込んでくると、押さえやすいかなと思います。これが G。よっぽど難しかったら、今はもうこの二つ諦めて、これだけでもいいです。ここだけ。ここだけ押さえて、で、押さえなくて弾いていいよって、ここ。4、3、2、1弦だけ弾く。これでもまあいいです。G 押さえられるようになる前に誕生日来ちゃうよっていう場合は、もうとりあえずここ1本だけでいいから、これで、で、上の方のこの辺ね、5弦、6弦を弾かないようにってやる。これだけでも軽くなっちゃうけど、でも、正しい G の音なので、まあとりあえずこれでも OK です。関連動画ではもうちょいちゃんと説明してるので、よかったらそちらもご覧ください。次はね、C ですね。これもね、すっごい難しいわけではないんだけど、まあ意外と難しい。指板図見てみましょう。これですね。5弦ですね。一番太い弦は×書きました。ここは弾かないよ。5弦の1、2、3個目の部屋。1、2、3。ここを薬指で押さえてください。これが薬指。次、隣の4弦の1、2個目の部屋。2フレットを中指。なるほど。で、3弦1本開けて、2弦の1フレット1本飛ばして、2弦の1フレット。これで全部を弾く。どうかな？ G よりは簡単かもしれないけど、でも、しっかり指を立てないとなりません。基本的にね、ギターのコードは指をしっかり立てる。指がこう、べちゃって寝ちゃったり、この第一関節がこう、反ってたりすると、隣の弦にぶつかっちゃって音が鳴らないんですね。だから、C の場合、意外と押さえてる弦よりも、押さえてない弦が鳴らないです。何もしないでいいはずなのに、1弦とか3弦の音が、
か中途半端な音になっちゃってるんじゃないかなと思います。それはこの弦この弦というよりその隣のここの指とかここの指が中途半端にこう隣の弦にって触っちゃってるからですね。これをしっかり指を立てる、指が真上から降りてくるようにする、これを意識するようにしましょう。これに関してはね、コードをきれいに押さえるためのたった2つのコツという動画で説明してるので、よかったらそちらも見てください。じゃあ最後 D、 このコードはね、押さえるのは一番簡単よ。人差し指が、あ、これね、 1,2,3 本目の1,2 フレット、ここ人差し指を置きます。で、隣の2弦の1,2,3フレット、ここに薬指を置いてください。で、一番細い弦の1,2個目、ここに中指、つまり形はこうなります。この状態で××丸なので、太い方の2本は弾かないんですね。4弦からその下だけをっていう4本だけを弾くっていうことです。なのでこのコードはむしろ押さえることより右手、ここには当てちゃいけないんだよなっていうのが難しいと思います。これを鳴らすとね、そこそこ悲惨な音がします。ああ、もうね、もうこれはちょっと悲惨です。多分、バースデーケーキのろうそくとかもうベーベーって倒れちゃう。まあ、だんだん弾けるようになるとね、こっち親指でこうやってチョンって触ってミュート、こう音が鳴らないようにガードするっていうこともできるんですけど、そんなに忙しい曲じゃないので、弾かないように右手で注意するっていうだけでもいいと思います。あとこの D もね、やっぱり押さえるのは簡単なんだけど、指をしっかり立ててないと1弦が鳴りません。結構ね、この2弦を押さえてる薬指がペチャって寝ちゃって1弦の邪魔をしてるっていうことを多いので、ここしっかり立ててビシッと綺麗に押さえましょう。というよりね、むしろこれ最近思ったんですけども、薬指がどうっていうより、中指を思ったよりコンパクトに折り曲げろっていう、そういうことかもしれません。薬指って当たり前なんですけど、中指の近くにあるんですよね。人差し指よりも中指の方が薬指に近いから、普通にこうやって人差し指中指って押さえた後に薬指って当たり前ですけど下にあるんですよ。それをこっちまでよいしょって持ってくるっていう意識よりも、先に人差し指と薬指を決めちゃって、そこから中指でこっちに折り曲げるっていう意識かもしれませんね。この方が正しいフォームになりやすい気がします。ぜひ参考にしてみてくださいっていう感じで、まあ今の情報の方が一応最新なんですけど、一応 D のコードについてもね、詳しくお話ししてる動画があるので、よかったらご覧ください。さあ、この3つのコード G、C、D、 これがまあできるようになったとして、じゃあいよいよ弾いてみるとの前に、一応ねちょっとコードを弾くタイミングだけお話ししようかなと思います。ここ歌詞を書きました。で、その上にコードをこうやって振ってあります。ギタリストってね、知ってる曲だったらこれだけあれば弾けるんですよ。なので僕も今これでやろうと思うんですけど、申し訳ないんだけど、歌に関しては思ったより下手なので、みんなうまいこと脳内保管してください。本当ごめんなさい。で、まずねタイミングのお話ね、最初の Gを弾くタイミングなんですけど、歌い出しのタイミングでハッピーのタイミングで弾かないでください。これすごい大事、もうこの曲で一番大事なことだと思います。これはハッピーバースデーのバーン、ここで弾き始めるわけですね。この曲まあ一応3拍子なんですけど、最初のハッピーの部分はこれ前の小節なんですよね。なので 1,2,3,1,2 ハッピーバースデーなんですよ。ここが伴奏の始まりですね。なので、よーし、ハッピーバースデーって、ここで弾き始めないようにしてください。ここが、ハッピーバースデーでしょ？で、このハッピーバースデートゥーユーの次のタイミング、ここで D、これを弾きます。ハッピーバースデートゥーユーからの、ハッピーバースデー、ここまた D ね。ハッピーバースデートゥーユー、ここでまた G に戻ります。で、ハッピーバースデーディアなんとか、ここを名前言うところのところで初めて C が出てきます。むしろ C はこの1回だけですね。で、これ C 弾きました。で、ハッピーバースデー、またここ G です。もう G ばっかり何度も出てきますね。ハッピーバースデートゥー、このトゥーの一瞬だけ D を弾いて、また U の時には G に戻ります。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、ここで C で、またハッピー、ここのハッピーのとこはまだ C なのね。なのでまあ弾かないっていうのもいいですよね。ハッピーバースデー D、G っていう、ここだけトントンって一個ずつ弾かなきゃいけない。ここでちょっとおーやべやべってなるけど、まあここだけなんならちょっとゆっくり弾いたらいいと思います。その方がなんかこういい感じに聞こえるし、という感じでちょっと一回じゃあやってみるので、これを見ながら聞いてください。あ、そこでそれねっていう感じになります。じゃあいきます。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとか、
Happy birthday to you。 こういうことになります。わかったかな。そう、ここだけちょっと忙しいよね。だからなんか今ちょっとゆっくり弾きました、わざと。でもなんかそれっぽい感じになるでしょ。それがこの曲のいいところです。で、この曲はこんな感じでテンポも速くないので、コード一個ずつちゃんと押さえていけばそんなに難しくありません。 Happy birthday to you、Happy birthday to you、 Happy birthday dear なんとかかんとかで、 Happy birthday to you ということになりますね。これが Happy birthday という曲のコード進行です。どうでしょう、これぐらいだったらね、 G できなかったらもはやあれですよ、この辺諦めた手抜きの一本だけ G でも全然いいですよ。Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 これでも全然 OK、 全然 OK、 おめでとうの気持ちは伝わると思う。で、今ってコードがここで変わります、ここで変わりますっていうタイミングで一発だけジャーンって弾いたんですよ。それをじゃあもうちょっと弾いてる風にするには、この 1,2,3,1,2,3 に合わせて全部ジャンジャン弾くっていう、これもうピック持って全部下げる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 で大丈夫です。これストロークって言うんですけども、これ映ってねえな。この肘からこういう風に動かすのがいいですね。これストロークのコツっていう動画、よかったら見てください。これで右手の動かし方の基礎がそこでお話しされてます。じゃあじゃんじゃんやる方でもう一回やってみますね。せーん、ワンツースリー、ワンツー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとか。Happy birthday to you。 はい、こんな感じです。で、なんかちょっと、なんかやってる感じになりましたよね。うん、弾けてる人っぽい。でも、逆に今のでやると、ここつまんなくなったですか。Happy birthday dear なんとか、Happy birthday to you って。ほら、なんか、もうそんなさらっとやんなくても、みたいな。じゃあ、そこだけ伸ばしましょうか、ここ。Happy birthday dearなんとか、うー、イエー、ハッピーバースデートゥーユーみたいな感じですよ。だからここはね、じゃんじゃん弾かない方がいいかも。それ、ここでゆったり溜めて大事にしますっていうために、あえてここ前をじゃんじゃんするっていうのもいいかもしれないですね。もしくはじゃがじゃがってやる、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday dear なんとか、Woo! Happy birthday to you。 そしたらまたここもジャガ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 、おめでとう、みたいな感じにするとなんか盛り上がってる感じが出るんじゃないでしょうか。さあ、そんな感じでね、いかがでしょうか。ハッピーバースデー弾けそうな感じ出てきましたか。 G とかね、この簡単な方にすればとりあえずギター買って数日以内にマスターできるんじゃないかなと思います。いきなり誕生日にポロンとか弾き始めたらかっこいいですよね。これね、ギターを弾けるからってモテるつわけじゃないんですけども、ギターを使ったこういう演出は多分モテます。ぜひ皆さんやってみてください。この動画が役に立ちましたら高評価ボタン、これからもギター練習したいよって方はチャンネル登録をしていただいてね、他の動画もぜひご覧ください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。誕生日おめでとう、あげるでした。バイバーイ。萩原ゆう